皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、4月の28日、19時27分なんですが、キーホードそこまで行っていいんかよ見てまして、まあ公室全般などのああいった形のその皇室に、その、残しておく、残しておかないの話なんですけども、あんまり残さない方がいいと思いますね。もうこれは本音で言います。もうエネルギーの残存量問題だけに、軸を置いて、スポーツ関係の総裁など、ほとんどの、総裁関係はいらないということになってきていますので、家計的に言いますと、だからまあ将来、悠仁さまが、天皇陛下になられますと。で、その、まあ、眞子さまや佳子さまが残る、もしくは男系の人が、その、戻るとかの話してますけども、それ、戻ったらどうなると思います?例えば、武田恒也さんは、もう自分でそこまで言っていいかいで何回も言って、言ってましたけども、もう皇室には戻らないっていうこと。その、オリンピックの話があるじゃないですか。武田恒也さんのお父さんが、その、オリンピックの、JOC の、会長をしていましたと。で、エネルギーの残存量問題と全然かけ離れた行動になってしまっていますと。で、今年フランスでオリンピックはありますけども、そのダンスが取り入れられるようになった。で、それについては僕も言ってしまった部分はあるんですけども、これ元辿っていくと何かって言ったら、例えば、佳子さまも海外留学とか、そういう部門で昔からの海外の人たちとのお付き合い、皇室としての、それはもう子供の頃からあったと。大学入る前からですよ。で、その辺のところから、ダンス部に入られた可能性があると。で、海外留学へ行くと。で、そこでその方向性で、利用されてしまったと。こういう部分があるかと思うんです。僕ももともとエネルギーの残存量問題関係でフランスの方にオリンピック、その種目を減らしてほしいっていうことを言ってたんです。で、あんまりお客さんが来ない。で、どう言ったらいいんですかね。その、スタジアムとかを作りたがるでしょう。で、フランスだってね、そんなにこのエネルギーの残存量問題の時に、スタジアムなんか新しく作りたくないわけじゃないですか。で、それで何か出し物はないかっていうところで、一人でね、そのブレイクダンスとかしてるのを見て、ダンスっていうのを、これでしますっていうようなことをお伝えしたんです。で、それが通って、もうこれ今かもう、だいぶ前ですよ。もうものすごい前の話です。もう5年前なのか7年前なのか分かりませんけども、そしたらね、ゲーム業界にたくさん純利益があったんですよ。そしたらゲーム業界がこうお金出すような形で、スポンサーとして、5人以上の、チームを編成してる人たちのそのダンスグループを、たくさんスポンサーがつくようになって、もう余計お金が、余計に出費が出てるところなんですよ。だから、これ、ゲーム業界の皆さんへのメッセージでもあるんですけども、もうそういうことをしていたら、世界中は少子化なんですよ。スポーツ留学とかいろんなことするから二重国籍の人とか、第二次世界大戦日本が、敗戦を認めた時、あれぐらいの頃の、その、今の、9歳、100歳ぐらい、100歳前後の人たちで、その、海外でね、お亡くなりになられた人たちの、その死亡届は回ってきてないから、人口としてまだ残ってるだけであって、実際のもう、日本の今の国境内では、実際の人口4000万人ぐらいなんですよ。日本人の、住んでる人の数は。家の件数とか全然違いますから。自分で前輪の地図とか見て、自分で数えて、表札入ってる家は何軒あるんだろうと。後ろの方を見たら、集合住宅とかアパートとか、表札入ってるところと、何も、名前がないところは、そこは、空です。誰も入ってません、家に。入居していません。
そういうところでちゃんと自分たちで計算して、1億2000万人の話は、北朝鮮と韓国と台湾と日本の国境と満州国だった頃のあの地域の人口を全部付け加えて1億2000万人なんです。1億っていう数字がとんでもない数だったんですよ。これは本当の話ですよ。で、もうその、結局、だからね、まあその皇室関係のところで、まあ武田恒康さんが皇室に戻るっていうのは、それはもうなしにしてもらった方がいいと思いますよ。もう戻ったら戻ったで、またオリンピックの、オリンピックを潰す方向で、ちゃんと皇室戻りますって宣言するんだ、わかりますよ。だけどもそれ言わないんだったらでしょうし、もう、父親が会長してしまった以上、その辺のところも信用できるかって言ったら、僕以外の人たちですよ。信用できないと思います。どうせそれで国のお金使って、エネルギーの消費を加速させて、で、お金稼ぎにしてしまうんでしょっていうのは、すべての、仕組みっていうのを、知った人間からの、やっぱり意見は絶対それになると思うんですよ。だからまあ、それはやめといた方がいいし、その立場で皇室戻ってしまうと、もう、ないがしろで、こう、その方向に自分を進まざるを得ない形になってしまうんじゃないですか。だからその辺のところも危惧してる部分ですね。だからまあ、だからまあ、眞子さまがね、もう一度、まあ、皇室に合流するケースとかもあったみたいですけども、それ、合流した後ね、何をされるんですかの話になるんですよ。海外の人たちとの人脈があるがゆえに、エネルギーの残存量問題に対応していただけるんだったらいいですよ。けども、逆でしょ。どちらかというと。海外留学してしまった方で、海外の人たちと仲良くなってしまった、仲良くなった人たちに相談を持ちかけられた時に、断れなくないですか？でしょ？それあるでしょ？だから、僕みたいに、もう絶対断るよっていうような、類の人間だったらいいと思うんですけども、そういうふうに眞子さま自体が変われるかどうかだと思うんです。その宮家に戻るかどうかに関してですよ。で、そのまあ宮家に戻った時に、まあ小室圭さんは、まあ法曹界、法律の世界、まあ裁判官を目指して、まあ頑張って仕事されてると思うんですけども、まあ、その辺のところ、そのエネルギーの残存量問題で、もうオリンピックいらないとか、その方向で、物を言える人なのかどうか、そこもそれなんですよ。放送会だろうが何だろうが、本当に。オリンピックなんかいらないっていうことをはっきりと言えるかどうか。一時期は僕それだったんですよ。だけどまあ、東京オリンピックが決まるぐらいのところから、もう結局なし崩しになって、だから、まあ、総裁関係に関して、なんか必要に見えるような総裁っていうものが、まずなかなかない。赤十字とかに関してもそうですけども、じゃあ精子の生産さなくなる薬を精神病院とかで出して、警察使って飲ませていたっていう構図が、これ全部見えてしまうと、愛子様はどう見られるかって言ったら、もう今、赤十字社で働かれてるんですよね。医療関係で。それはもう怖い世界に見えますよ、下の方の人間から見たら。本当は、そういったところの赤十字社とかの、総裁とかには皇室の人はならない方がいい。これは本当の話。で、世界中の王室とか皇室とか、まあそういう王関係の人たちの方が、一回医療業界から全員離れて、で、今までの件を医療業界は悪かったっていうこと、コロナウイルスの件も含めてですよ。それ多分医療業界プラス科学業界、コンピューター系の。もうそこを一回も裁判、国際司法裁判所もそうだけども、各国の裁判で行って、で、それもテレビカメラ入れて、法廷、裁判官の許可出せばできますから、一部始終放送して、
でも医療協会もう二度とこういうことしたらダメだよっていうこと、あと警察官もっていうこと、ちゃんと法廷で話するようにしなさいっていうことをね、しっかりとするようにしなかったら、もうこの世の中そういう方あのシステムが残ってるだけでも人口は絶対減っていきます。多くの人が絶望しますから。自分が同じ目にあったらどうします？僕みたいに精神病院入れられて1回の入院が 2ヶ月と20何日ですよ。外から喧嘩を売ってきてる連中はいっぱいいるんですよ。そいつらに対して文句言い返したりしただけで精神病院連れていく、もう警察官内部にも多分おかしな人間いますって。まず間違いなく変な割り切り方、世の中はこういう仕組みだから公務員になった自分たちの方が勝ちだとか稼げるからだとか上に言われたからだとか上のせいにしてね、まあ、ある程度の年齢だったらその人個人にそれなりの責任あるんですから、それじゃなかったら世の中絶対回るわけないんですよ。もう30歳ぐらいになったらある程度法律のことを意識してって、警察官の人なんだから正当防衛の刑法でも38条民法でも720条あるんだから、それ知っておかないとおかしいじゃないですか。相手から何回も絡んでこられてるっていうことを知ってるんだから、それで精神病院に入れたっていうことはもともと昔から何かあって淡井圭介にいろんなことを世間に公表された困る連中が動いたっていう見方の方が有力です。そう考えることの方が正しい。もしかしてコロナウイルスのことまで僕のせいにしようとしたら無理ですよ。そんな知識ないですから、そんな生物兵器を作る知識。ただその精神病院に連れて行った警察官も誰にどういうふうに言われて精神病院に連れて行ったのかしっかり思い出した方がいい。でその次誰に言われて連れて行ったか、その指示を出した人間も誰かに指示出されている可能性があるから、それで全ての件が明るみになるはずですよ。本当は僕はそれを裁判で行いたい。であとはまあ悠仁さまがその天皇陛下になられた時にその友好関係でのその外交とかをまあ首脳会談とかである程度はされるとは思うんですけども、もうほどほどにしといた方がいいですね。その NE の残存量問題にしっかりと軸を絞っておいて、その関係での話し合いとかをしっかりとできるように、いや絶対我々もこうじゃないと困りますっていうことをしっかりと言えるように、でまあ会うような出し物とかそういうものもいらないでしょうし、そういうところですね。そういうところから変わらなかったらいつまでたってもね、日本人の人口1億2000万人じゃね、こんなめちゃくちゃな話ないですよ。僕若い頃に2000年になる前ぐらいの頃かな、その前後ぐらいに、まあ2000年になる前だったと思いますね。友達とまだ21歳ぐらいの頃、友達とオートバイを、フェリーに乗せて大阪の南港から、沖縄に、まあ、旅行で行って、まあ、現地、これね何か乗り物がなかったら現地行ってからバス停を調べて、バスが来る時間帯とかもうそんなこと絶対 できないですから、何か乗り物を、乗って、まあ、フェリーに乗せて、現場行くみたいな形で、まあ、米軍基地が本当にあったのかどうかとか、まあ、現場見に行って、その帰り九州もちょっと立ち寄ったんですよ。で九州の高速道路走ったんですけども、車がもうほとんど走ってないです。対向車線からなかなか車が現れない。やっぱり人口ものすごく少ないんですよ。九州なんか全人口を合わせても絶対1000万人いません。正しい人口は。本当にここに住んでる人は。その九州に。で、台湾という国は前から言われてます。人口1000万人いないって。国土面積がだって九州と同じぐらいですもん。そりゃそうだと思いますよ。だからとにかく余計なことを少なくする。で、
その方向で物事を動かなかったら無理ですね。だから最初の方に言ったその愛子様が赤十字社として働いて、その赤十字社のその総裁っていう立場が僕から見たらものすごく怖いんですよ。世界中のその王室とか皇室で結局精子の生産されなくなる薬とかを下の末端の者たちに飲ませて、で、人口を抑制していたと。これはこの世の中の、現実かもしれないし、もしかしたらそれは国連という単位だったのかもしれない。もしかしたら、国際連合の前の国際連盟の頃にそういうふうな状況があって、で、それで日本は嫌気がさして日本は脱退したのかもしれない。だそれは、天皇家の人たちじゃなかったら本当の向こうはわからないんでしょうけども、一回世界中の王室とか皇室の人たち、あと政府上層部の人たちは、一回赤十字社から全員置いた方がいいです。今時戦争なんかないですから、赤十字社というものの存在は、災害救助隊が補うものであって、赤十字社という、スイスっていう国も、変だと言えば変なんですよ。何をお金稼ぎしてたんですかって、どういうふうに生活してたんですかっていうところで。でしょ、普通に考えたら変でしょ。まあ、永世中立国とか、まあ、最初の頃は第二次世界大戦とかあったから、まあ、そういうふうな立場で、宣言して、まあ、小さな国だし攻め込まれたら人玉にもないっていうところで、そういう道を選択されて、その辺のところを、まあ、プラス方向で受け止めるしかないで、まあ、永世中立国、まあ、その時第二次世界大戦とかで大怪我をされた人とかたくさん亡くなられた方たちがいましたから、なんか病院関係赤十字社というような形で、世間から評価を受けてと。だけど今の時代は違うと。ただただ怖い世界であると。医療業界の半分以上は。まあ僕は神戸大学附属病院で強制わいせつされた時に誰か助けてくれましたか？助けてくれてないですよね。それが医療業界のトップの人の実態っていうことにやっぱりなってしまうんですよ。今攻めてるんじゃなくて、雅子様とかを。まあその頃は美智子様だったとは思うんですけども、だから、一応その自分とかでも、まあ、とにかくエロ業界とかをね、世界に広めようとしなかったら大丈夫ですから、刑法175条で、わいせつなものを分布させようとしたり、まあ図鑑とかいろんなもの、そういうことをすると、250万円以下の罰金。いや、他の罰とかいろんなものついてくるとかついてきます。で、それはもう175条、刑法見てもらったらわかります。で、ただ、その、エロ業界の今まで、その、いろいろ目を通してみると、その、看護婦の格好をした人間。昔の頃なんかそんな制服簡単に手に入らなかったでしょ。実際働いてた人間でしょ。多分そうでしょ。もともとエロ業界とかにむちゃくちゃな連中が多くいたっていうことになるんですよ。これは本当のことだと思いますよ。で、東京と大阪の建物人口減ってるのに、建物が低くなっていかなきゃならないのに、建物大きくなってる、あれ何なんですかっていうことになるんですよ。東京、大阪一体何してるんですかと。で、まあ、エレベーターの電気代について今日動画をアップロードしました。見たらびっくりしますよ。1階から、4階までしかない。まあ、地下はありますけども、エレベーターここの、兄の第一タウンハイスのことですよ。年間、2022年度、41万ちょっと、電気代。だからそれだけたくさんエネルギーを使用してるっていうことなんですよ。だから50階建てのビルとかで、エレベーターが仮に6基ついていたとします。年間何千万円で電気代使用してますよ。もしかしたら奥行ってるかもしれないですよ。っていうことは、それだけものすごい量のエネルギーを消費してるんですよ。たかが一つのビルでですよ。エレベーターを作る世界が間違ってたっていうことは、そう、ああ、そう、僕二十歳ぐらいの頃言ってたわと。それを思い出したんですよ。
だ人口減っていってるから建物大きくなるわけがないんですよ。ただただひたすら、余計な仕事を増やしていたっていう、これが現実なんですよ。アプリとかでね、いらない IT 企業。だからその、総裁として本当はエネルギーの残存量問題の解決の総裁という立場を作ったらいいんじゃないですかね。それを皇室の人が、になったりだとか。それは一番の正解だと思いますよ。そしたらその赤十字社とか経由で存在している医療業界の精子の生産されなくなる薬、各製薬会社、そこは大体どこがくっついてるかって言ったらフィナンシャルグループ、銀行、証券会社、商社。今までその精子の生産されなくなる薬で脅して金儲けをしていたかと。そういうことになるんですよ。これは世の中の実態なんですよ。ただ僕はもう小中学生ぐらいの頃に山口組ということで兵庫県の姫路市の隣にある播磨というところにあった田岡製薬所、三井グループのところなんですけども、そこの田岡御殿は神戸市の灘区か東灘区のどちらかにあって、暴力団山口組っていうことで警察はしっかりと動いて摘発してくれてるんですよ。そういう精神の生産されなくなる薬を作っていたから。これ東山小学校で、現在名称は夢の小学校なんですけども、神戸市兵庫区東山町 4丁目ぐらいにあったと思います。現在の名称は夢の小学校、近くは夢の町なんですよ。もうややこしいこと、もうずっと東山小学校でいいのに東山町だから。学校でもその手の話になったんですよ。そういう薬についてどう思うかというところで、兵庫県としては摘発に動いたんですよ。バブル崩壊が1990年でしょ。多分順序これだと思うんですよ。医療業界がそういうような悪さをしていた、そいつらを摘発する。で、フィナンシャルグループ、お金の流れ、運の銀行からもある、L 業界とかも作っていた、これ全部摘発。これでバブル崩壊。それを何回もしなきゃならない。で、そのバブルっていう名前を付けたのが誰かっていうことですよ。ただ未来からの時間軸で淡井圭介の名前を伝えてるかどうかっていうことですね。昔経団連の会長で三田来さんっていう人が、僕は小学生ぐらいの頃いたと思うんですけども、お手洗いって書いて三田来って読む、まあ実名かどうかはわからないですけども、当時からそういう人たちに淡井圭介という存在の話が伝わっていたっていうのはあると思うんですよ。その河川水門会式玉発電、そういうふうなものを子供の頃から考えてましたから、ある程度ですよ。今ほどしっかりとした説明とかできてないにせよ、二十歳ぐらいの頃にはもうある程度の答えにはたどり着いてましたから。まあ、ちょっと話がだいぶ広がりましたけども、これが、まあ、以前から再三言ってますけども、その、総裁、もうスポーツ関係の総裁も全部いらないですよ。スポーツ振興法とかだっていらないんですから。だってスタジアム作っちゃってるんですから。だから、皇室の人たちも若いうちに、まあ、愛子さまは海外留学を今のところする予定はないっていうところで、まあ一つ、まあ安堵をしてるんですけども、海外留学をするから感覚とかおかしくなるんだと思いますよ。まあそれは再三私の方から申し上げて、それで愛子さまが海外留学をしなくなったんだと思います。その方が正解だからです。いろんな人たちが海外留学がすごいものだって勘違いしますから。その海外留学した人がオリンピックとか開いてるんですから。万博とか。金稼ぎだなんだのって自分たちの稼ぎのためですよ。万博は誰が稼げますか？建築業界の人たちです。オリンピックは建築業界プラススポーツ業界の人とテレビ局。で、テレビ局に出演している人たちで議員さんが名前を書いたりしてテレビに出てる。もうめちゃくちゃですよ、こんな世の中。
だからまあ、スポーツ関係の総裁も、辞めていただくには、だからコース転換、せっかく決まってた内容っていうものを、やっぱり変えないようにしないと。最悪、田尾寺駅の近く、二郎駅の近くに行った方がいいですかね。小さな神社。神社を作り始めたのは天皇家の人たちであって、宮家という形になってます。だからその辺のことを考えたら、本当の人口は分かったわけですし、で、人口はずっと減り続けてるわけですから、そんなにたくさん神社が いるわけではないですから、役目を終えた神社、要するに老朽化した神社ですね、そこから順番に閉じていったらいいと、まあこういうことですよ。以上です。まあ、これは国会議員の人たちがまた何か、同じような話をまた国会でするみたいなことをそこまで言って委員会で放送されてましたから、その皇室典範からの長い、その次の長い文章の宮家存続に関する動向っていう、同じですよ。もう増やしたら増やしただけでややこしいことになります。これはもうまず間違いなく。エネルギーの消費が加速する世界に変わってしまいますから、結局利用されてしまうんですよ。天皇家の人たちも。民衆のことを気にしなきゃならなくなりますから。だからスポーツ関係の総裁とかから降りていただいたり、赤十字社の総裁を降りていただくと。医療業界を世界中でコロナウイルスプラスその精神を生産されなくなる薬の件で、世界中で、しっかりと医療業界に対して、法廷で、判決下して制裁を加えると、下すと、そういうふうな罰を与えると、そういうふうな形で物事を進めなければなりません。もうそれができるかできないかですよ。そうじゃなかったらこの異常な世の中絶対終わらないですよ。精神を精査されなくなる薬とかで結局落としてNISAとか出来上がったんじゃないですか、非課税の。だってそのもの買う人って一般人買いませんから、買うなんて当たり前じゃないですか。そんなお金に余裕あるんだったら、家買うじゃないですか。で、年金2000万かけとかなきゃならないんですから。日本のこのNISAのシステムに関しても、ひたすら呆れるような状況ですね。何にその適用していたのか、どんな銘柄に、自然再生可能エネルギーの分野でどうしてもお金がいるから、NISA というものでっていうならまだ少しぐらいは理解できますけども、全く非課税っていうのも変な話ですよ。車の生産に関しても、もう何回も何回も皇室の件でもう国会で議論しすぎですよ。毎年毎年しょっちゅう何年にも。小泉さんが首相の時にも同じような話してたわけじゃないですか。その前から。何回も何回も。その後もこんな話で国会議員の人たちがお金儲けしてどうするんですよ、本当に。しなきゃならないこと、これだけはっきりと言ってるのに。もうこれが本音ですし、呆れ返ってるっていうのは、これが事実です。でこれでこの間去年撮影したところの河川の近くの加古川の高速道路をつなげようとした連中、工事あのまま続けていったら本当に許さないですよ。なんで僕は睡眠不足にさせられるんでしょうね。大手柄の人間ですよ、ずっと。J リーグ、2リーグ制12球団、複数本拠地制度で、どこの都道府県かまで割り出して、こことここが合併しなさいってあんな表を作った人間いました、今まで。
それ努力しなきゃできないっていうことぐらい分かるわけじゃないですか。それとその意味ね、南から順番に巡業していくっていう、お客さんの方がその耐えられない、あの寒すぎて、その3月上、あの3月の下旬とかからそのプロ野球とか開幕しますけども、お客様が耐えれない、ナイターとか寒いものは寒いです。南から順番に巡業、そうすることによって移動する時の、エネルギーのコストも低く済むんですから、どちらにしても本当の人口はもう分かったんですから、そういうふうな形にしなかったら、結局球団としても真の、民間の、経済原理で覚えてもらわなきゃならないんですから。もう新しくスタジアムを作るなんか論外ですよ、体育館も。もう作りすぎですよ、あるのに作ってるんですから。もう神戸市も呆れ返ったものですよ。しっかりと政治分かった人間が政治家になってないんですから。なんか電波で鬱陶しいという小さな声聞こえてくるんですが、こっちから、こっちが鬱陶しい。どこの誰やねん、まず名前なのよ、本当に。どうせ政治家やろ。それか建築業界か。いらんもん、いらんねん、本当に。もうこれぐらいはっきりと、こういうふうな口調で言わんかったら、どちらが上か分かってない人間は多すぎる。国会で淡井圭介は大臣と同格として認められてるって言ってるでしょ。その映像何回でもテレビで放送しなさい。そしたら僕はちゃんと撮影しておきますから。その時も AI による映像加工はなしですよ。今までの歴代の総理が言ってる言葉。大臣と同格者は各会社の社長さんの集まりの会長さんと、あと都道府県知事だけですよ。これは本当の話です。法律の世界でそうなってるんです。これぐらいはっきりと言える人間はテレビで全然いない。本当、政府は国会議員の方たちしっかりと稼働してくださいよ。もう残り石油54年分ですよ。正気の沙汰とは思えないですね、本当に。本当にもう皆さんしっかりしてください。以上です。もうAI による映像加工絶対禁止してください。禁止していたはずじゃないですか。中国とかのことをね、自分たちの日本のテレビ局では映像加工してるとか言って、非難しておいて。実際自分の国どうです？映像コロ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 変わってるんですよ。スーパーコンピューターなんか多分いらなかったんですよ、最初から。以上です。